久保さん。なんだかんだ言って0時も、億万長者合宿0時も終わりが見えてきたんじゃないですか、これ。<laughs> ね。<laughs> もうあとちょっとじゃないですか、これね。久保さん。<laughs> いやー、次のシリーズ、名前何だったかな。まあ、候補期待で。次、まあ、あの、15シリーズぐらいは名前考えてるんでもうすでに。久保さん。<laughs> 15シリーズね。<laughs> 名前もう考えてますんで、大丈夫です。 で、まあ、今回は、あ、そうの、い、よあの、今ね、メール来たんですけど、その、大学生の子か。まあ、僕のお客さんに大学生の子いて、その直近で40万売ったらしいんですね。で、まあ、僕から学んだことを使って、あの、なんだ、40万売りました、みたいな。来たんですけど。そう。吉谷さんを徹底活用した結果、40万稼いだ話って。<laughs> うん で、今、まあ、これちょっと、まあ、メッセージで、こう、まあ、動画回答をさっきしてたんですけど、あのー、今って、まあ、情報がね、めちゃめちゃあるわけじゃないですか。で、僕なんかは、もう15年前からネット入ってるので、まあ、それに比べると、もう本当にもうやばいんですよね、今って。で、これから情報ビジネスやっていきたいとか、これからネットで稼ぎたいっていう人は、昔に比べると、完全戦国時代なんですよ。 で久保さん隠居してって僕も自由にやってますけどそうは言っても再生数めっちゃ少ないわけですよでなんでこれで僕たちがビジネスできたりとか商品売れるのかっていう話で別にねもっと有名な人いるわけじゃないですかど,どうですかねもっと有名な人いますよねもっと成功してる人いますよねでなんで久保さんからか久保さんの速可塾を選ぶんですかなんで僕を選ぶんですかって話なんですよ これは久保さんの前回の動画のヒントでもあるんですけども、あの、僕と久保さんはもう人と人でこう語りかけてるってことですね。だからそれが他の人と違うってことです。すごく有名な人います。だけど、そのすごく有名な人はあなたにワンツー動画を送ってくることはないですよ。 最終向けみんな、みんなに受ける再生数をめちゃめちゃ稼ぐみんなに受けそうなやつをは作るけどあなた一人に対しては作らないんですよだから僕たち勝てるんですねだから人として見てるっていうもはやまあお客さんでもない人だから昨日もコンサルでいろいろ話してたんですけど人としてどう見れるか人としてどう対応するかっていうところがまあ大事だよっていう話をしてたんですけどうん だからまあこれからは本当ねこれから情報ビジネスで稼いでいきたいんであるならば戦国時代ですでその戦国時代を生き抜くためには一人が一人をどう見れるかですねどう対応できるかこれが全てです、うん、数集めはもう限界値が来てますし数集められる人も限られてますうんなんで、まあ、そこにそこを目指すのも悪くはないんですけども僕はそこを目指さないので目の前の人 悩んでる人に対してあのその人に対してアンサーしていくこれを繰り返していくじゃあこれを2000回3000回4000回5000回1万回繰り返したらどうなるかっていうと結局1万人の顧客リストになるってことですね結局はしかもその1万人の顧客リストは短期的にトレンドのキーワードで集めたものではなく一人一人に個別動画を送った1万人です短期のキーワードじゃないっす トレンドワードじゃないっす。一人一人にか、あのー、送った関係性なんですよ。これは強いですよ。うん。まあ、時代が変わっても人の心は変わりません。大した。いってらっしゃい。